はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学、本日で12日目に入りました。ね、昨日も言ったんですけれども、改めて一夜明けてですね、成人の皆様おめでとうございますということで、新成人になったということでね、これからいろいろと責任がつきまとってきたりとか、あるいは新たにできることがたくさん増えてね、大きなターニングポイントになるかと思います。ちょっとしたエピソードなんですけどね、ちょっとね、悲しいお話になって申し訳ないんですけれども、聞いてくださいよ。僕の家ですね、ブルホース家っていうのは3人兄弟、男ばっかりだったんですね。で、ペットに今コーギーがいたわけなんですわ。で、そのペットのコーギーもオスでですね、本当にね、ブラブラが4本あるというような状態で、それはいいとして、コーギーにしてはですね、長生きの、16歳まで生きたんですよ。2000年生まれで、今2017年の1月まで生きたんですかね、ということで、年々足腰が弱っていってですね、16歳を迎えた残り1年あ違うな15歳を迎えたか1年くらいは、ちょっと寝たきりの状態になってたんですよ。で、自ら動けないほど弱りきってる中でですね、三男坊が成人式を迎えたんですね、2017年に、その日の夜に実はですね、容態が悪化をしてですね、で、酸素カプセルみたいなものがワンちゃんにもあってですね、それに入れたんですが、翌朝の5時に旅立ったというところだったんですよ。で、僕がその92年生まれで、弟が94年とか96年とかに生まれて、で、そのコーギーが2000年生まれだったんですね。だから、4人目の弟なんていうふうに思ってたんですけれども、結局はですね、3兄弟がしっかり大人になってくれるのを、見守ってから旅立ってくれたんだなというようなエピソードがあって、やっぱりね、家族っていうのはそういう存在なんだなっていうのを日々思ったところでしたね。僕は残念ながらその旅立つ瞬間っていうのを見とることができなくてですね、大阪に当時ね、家族が住んでたんですけど、僕はちょっと広島の方に出張に行ってたので、朝の新幹線の中でその訃報を聞いたというような状態でした。ということで、本題に入ってまいりましょう。エピソード聞いてくださった方々ありがとうございます。ということでですね、今回のテーマに関しては完璧主義を手放すということです。結構完璧主義の人って多いんじゃないでしょうか。ね、完璧主義ってよく聞く言葉だと思うんですよ。どんなことでも失敗なく最後まで物事をやらないと気が済まないっていうような、そういったタイプのことを完璧主義とこの中では定義してまいりましょう。で、対してですね、今回もう一つ大きな重要テーマになってくるのが最善主義っていう考え方になるんですね。はい。で、失敗っていうのはどうしてもどんなに頑張ったとしても必然的に起こるものなんですよ。だから制約がある中でも精一杯手を尽くして、いわゆるベストを尽くすっていうことですね、っていうのが重要だというふうに考えている人たちっていうのを最善主義という考え方をしています。で、そんな中、今日は完璧主義と最善主義の対比についてお話をしていくところなんですけれども、完璧主義の方々に関してはこんな感じなんですね。はい。あえてその分かりやすくするために、ちょっと完璧主義の人たちを悪く書いている節はあるんで、別に完璧主義は悪いですよっていうふうには言うあれではないんですが、ちょっと対比ということでこんな感じで書いてます。完璧主義の人たちっていうのは現実を否定的なんですね。で、自分の理想が全てという考え方をしていて、失敗なんかありえないと、自分の理想通りに進むのが当然なんだっていう考え方を持ってます。だからいつもうまくいくかどうかっていうのが実は不安がつきまとってそわそわしているタイプなんですね。で、常に欲求不満で理想を追い求めてしまうがゆえに、成功の実感とか、あるいは達成感を持つことっていうのが難しいと。要は、例えば目標を立てます、ね、ゴール向かいます、で、それが達成できました、ゴールできましたっていうよりも、そこにそつなくいけるかどうかっていうことのが大事なんですよ。だから達成っていうのは後回しになっちゃうような人たちなんですね。その一方で、最善主義っていうのが最善主義っていう方々っていうのはどういうことかっていうと、こんな感じなんですね。現実をまず受け入れます。で、セルフコンパッションを身につけていると。で、セルフコンパッションについては一体何かっていうのを、概要欄のパート1から見ていただけたらいいかなというふうに思います。パート4つだったかな。セルフコンパッションこういうものです、それからこういうふうに身につけられますっていうことを、お伝えしている動画がありますので、ぜひご覧ください。で、失敗自体を好きでやってるわけじゃないんですが、当然ながら失敗を当たり前のこととして受け入れるタイプの人たちです。で、不安もなく辛いという感情を持ちにくくって、で、活動的なんですね。だから目標設定もうまくいくし、で、成長も、あ、これだけ自分は進むことができたんだなっていう実感を得やすい方々になります。で、
この完璧主義と最善主義っていうのをまとめると、じゃあ完璧主義っていうのは一体何かっていうと、改めて言うとですね、まず1、失敗を拒否する人たちです。それから2に辛い感情を受け入れちゃうんですね。だから感情的に辛くなると行動がどん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 鈍化してってしまうので注意と。それから3つ目に成功の実感とか、あるいは成長の実感をなかなか持つことが難しいっていうタイプの人たち。それから4つ目、理想を追いかける。まあ理想を追いかけるのはすごくいいと思うんですけどね、そこに入り浸ってしまって現実を否定してしまうというのにつながっちゃうという、そんなタイプの人たちです。それから最善主義っていうのはこんな感じ、失敗を受け入れる人たちです。それから辛い感情も受け入れるんですね。だから失敗ってあって当然だよねっていうふうに素直に受け入れることもできると。だからこそ、ここまで進むことができたんだっていう成長とか成功の実感を持ちやすかったりしてますし、現実って所詮こんなもんだよねっていうことも理解してくれるという、そんなタイプです。で、この最善主義とか完璧主義っていうのを比較して、皆さん自身はどちらだと思いますか？今、表示したような行動の仕方とか、それから経験などから、自分がもしも完璧主義寄りだなっていうふうに思ったら、何がそうさせているのかっていうのをぜひリストアップしてみてください。例えば何か仕事のプロジェクトがあった時に PDCA を立てて、でプランのところから完璧に進んでなかったらもう嫌とかですね、あるいは勉強でも1時から2時はこの勉強、2時から3時はこの勉強、3時から4時からこの勉強っていうのをこうみっちりと科目ごとに分けていって、ここまで進める、ここまで進めるっていうふうに決めたにもかかわらず、その通りに進まなかったことに対してイライラしてしまうとか、そういう経験があったとしたら、それをぜひリストアップしてみるということです。で、最善主義になるためには、要は成長とか成功とかっていうのを実感することができなければ、人間ってストレスが溜まってってしまって結果的に行動しなくなっちゃうんですよ。だからそのために成長成功を実感するためにどんなことができるかっていうのを考えていきましょう。で、方法としてはこんな感じなんですね。リストアップするんじゃないのって思うんですけど、実はまず最初に瞑想してみましょうということなんですね。失敗から立ち直った経験を思い出したりとか、他にうまくいった方法はないのかなっていうのを考えたりとか、それからうまくできている人のやり方を真似るという、こんな方法をぜひ考えてみてください。で、それを瞑想して呼吸をしながら、ゆっくりと、3秒吸って7秒吐くくらいのタイミングで、失敗した経験をから立ち直った、失敗から立ち直った経験とか、他にうまくいった方法を考えてみたりとか、うまくできている人のやり方ってないかなっていうことを考えてみるとか、そういうことをやってみてください。で、最終的にですね、行動力を上げるためには最善主義の考え方っていうものの中にヒントっていうのがあるんですね。だから最善主義の考え方っていうのを意識してみて、日々の取り組みを行ってみてください。ちなみに、じゃあ瞑想ってどのくらいやったらいいのっていうんですけど、今自分が抱えている失敗とかっていうのがあれば、それの解決策がなんとなくこれだなっていうふうに浮かんだタイミングで OK、 そのレベルで OK です。これを深く、20分とかやらなくちゃいけないのかなっていうふうに考えてしまう、それが完璧主義だっていうことになるんで、そこを注意していただけたらというふうに思います。はい、ということで、本日の動画は以上なんですけれども、最後にですね、この動画が役に立ったなとか面白かったっていう方は、ぜひチャンネル登録ボタン&グッドボタン押してもらえると嬉しいです。ということで、本日も、最後まで動画ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。